カウンターアタックは、軍事戦術の一種で、防御戦闘において、敵部隊の撃破や奪取された地形の奪回を目的に、実行される攻撃のこと。日本語では逆襲、または反撃。展示で、サッカーなどの球技やボクシング、格闘技、モータースポーツなどのスポーツにおいても反撃、速攻の意味で使用されている用語である。単に、カウンターとも呼ばれて、 スパイ活動などに対する防御活動としても用いられる。特に敵が攻撃に出てくるところを防ぎ、即座に攻撃に転じること、あるいはその攻撃の勢いを逆に利用して攻撃することを指す。軍事におけるカウンターアタックとは防御戦闘において敵部隊の撃破、奪取された地形の奪回を目的に実行される攻撃を言う。サッカーにおける 攻撃の戦術の一つとしてのカウンターアタックとは、攻め込まれていた側がボールを奪った際、相手チームの守備の体制が整わないうちに、素早く相手ゴール前にボールを運び攻撃する戦術である。自陣深くで守備を固め、低い位置でボールを奪い、ロングボールなどで反撃する、ロングカウンターや前線からのプレスなどで、高い位置でボールを奪い、反撃する、ショートカウンターなどがある。 カウンターでは相手ゴール前の人数が少ないのでスペースが多いディフェンダーが前がかりになっていてディフェンスの裏を狙いやすい守備の形が整っていないので崩しやすいなどの利点が期待できるカウンターは少人数で攻めることができるので多くの選手が守備に専念することができるという特徴を持つ一方フォワードにスピードや個人能力が高く要求されるポジションに関係なく 多数の選手が前に走り出し攻撃参加することもある。カウンターを主戦術とするチームもあり、相手にボールを支配されながらも守りを固めて、点を与えず、わずかな隙をついて、カウンターを決めるという戦い方は、相手にボールを支配されやすい格下のチームが格上のチームと相対するには有効な手段の一つである。また、リードしているチームが守りを固めて、 カウンターを狙うこともあるが、これは相手の攻撃の人数を減らす効果もある。ロングカウンターは攻め込んでくる相手に対しては有効性が高いが、引いて守る相手に対しては効果的な反撃をすることが難しい。一方、ショートカウンターは引いて守る相手に対してもよく効果を発揮するが、自身も前がかりになるためカウンターされることもある。カウンターの対策としては、 ボールを奪われたら素早く、プレスに転じて良いロングパスを出させないようにすること。ロングパスを通された時には無理にボールを奪いに行かず、抜かれないように守り、時間をかけさせ味方の戻りを待つのが定石である。カウンターは基本的な戦術の一つであり、得意とするチームは多い。ただ、前線の子の能力によって、その完成度は大きく異なる。また、 カウンターを主戦術としたサッカーをカウンターサッカーと呼ぶ。ボクシングによるカウンターパンチ。相手がパンチを打ってきた際に、相手のパンチが当たる前、あるいは相手のパンチを避けながら自分のパンチを当てる攻撃方法。また、両者の腕が交差されてカウンター攻撃を当てることをクロスカウンターと呼ぶ。ボクシングにおけるものが有名である。一般的に、 相手の攻撃しようとする勢いが、そのままこちらの攻撃に上乗せされるため、威力が倍化するなどと説明されるが、これだけは正確ではない。通常、人は相手に殴られる際、身を引く、目をつぶる、顎や首の筋肉を緊張させるなどして、防御行動をとる。防御を意識していればこれらは自然に生じるが、攻撃に意識が回っていると防御行動への反応が鈍く。 場合によっては皆無となってしまう。そこで攻撃をもらえば通常よりも大きなダメージを受けることになる。物理的な衝突速度の増加ももちろんあるが防御行動への反応の有無が最も影響していると言える。カウンターに限らず見えない、予期しない意識外からの攻撃が個につながるのはこのためである。カウンターは非常に有効な戦法であり、 口頭テクニックであると同時に格闘技における必須テクニックとも言える。カウンター攻撃を狙うことの欠点として相手の攻撃をさばききれずにもらってしまうとカウンターを仕掛ける側が大きなダメージをもらってしまう。また常にカウンター狙いをすると相手の攻撃を待つ消極的な試合になり判定にもつれると不利になるケースが多い。プロレスでは相手の技及び 動きを利用して繰り出す技の総称として使用される場合が多い。特に走ってくる相手に対して繰り出す技やトップロープから空中技を狙って飛んでくる相手に対して仕掛ける技を特にそう呼ぶ。中でも走ってくる相手に対しては多くの技があり、中には相手が攻撃するために走ってくるのではなく相手をロープに振って、 反動で戻ってきた相手に仕掛ける相手に対して技をかける場合もあり、これらもカウンターと呼ばれる。また、投げ技等をかけようとした時に相手の技の力を利用して攻撃を仕掛けて技から脱出する場合もカウンターの一種である。なお、攻撃を仕掛けてきた相手ではなく、自ら相手をロープに振ってからかける。 カウンター攻撃はロープカウンターと呼び相手が技をかけてきた時にその勢いを利用して繰り出す技全般を返し技、リバーサルと呼んで区別する場合もある。見た目に派手なこともあってロープの反動などを利用したカウンター攻撃は数多く存在する。チョップやショルダーブロックの打撃技ほか投げ技でさえもカウンターで繰り出す場合がある。 空手、ムエタイのパンチと蹴りを使用する格闘技では多彩なカウンターが存在する。レースなど、モータースポーツにおける戦術としてのカウンターアタックは、コース中の S 字カーブにおいて、アウト側とイン側のポジションを上手に利用し、テールトゥーノーズ状態の前方の車両を追い越す、戦術を意味する。コーナー侵入直前で前方の車両と横並びになり、手前のコーナーでは相手不利となる。 アウト側から侵入して、そして次のコーナーで有利なイン側に、相手よりも先に侵入して、追い越しを仕掛ける技である。しかし、コースの状況や侵入具合などによっては、最悪2台とも接触の上コースアウトという事態にも、なりかねない危険も伴う。ありがとうございます。